こんにちは、あきらチャンネルあきらです。ご無沙汰してます。あきらさん、ご無沙汰してます。はい、久しぶりの YouTube 投稿になりますけれども、はい、今回からですね、若返りメイク、はい、あきらさんの得意な分野ですね。うん、今日はゆっこさんに来ていただきました、はい、よろしくお願いいたします。60代の女性の方を若返らせる、はい、40代の目標、あ、全然いいんじゃないですか、はい、本当ですか。はい、もうマスクしてるだけで30代に見えるでしょ。ああ、そうですね。もっといきますか。あ、いやいやいや、あまりもうハードルを上げないでください。はい、そんな流れで今日は行きたいと思います。はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。特にお悩みとかありますか。お悩みは、うん、この下のやっぱりたるみが、たるみ、自分でもう、うん、気になるし、うん、嫌だなと思ってます。あとここね、やっぱりほうれい線、年ですね。どうしてもね、重力に引っ張られてるんですかね。そうなんですよね。一生懸命こう顔の筋肉動かす練習はしてるんだけど、普段やっぱりぶっちょうさらしてますよね。マスクの中ではぶっちょうさらだから今つけたのは保湿クリーム。保湿クリームです。美容液ですね。本来あの夜寝る前とかも使うようなクリームなんですけど、保湿力が高いので下地として使っちゃいますね。はい、客さんに言えば本当にもう美容液、あ、その美容液が一番。そっか、はい、じゃあもうこれ終わったら早速買いに行きます。ゆこさん、若返るなら何歳ぐらいまで若返りたいですか。10代に若返りたいです。友達とみんなでバイクに乗っての旅行に行こうって誘われたんですよ。かっこいい。行きたかったけど、こう危ないじゃないかと思うじゃないですか、バイクの後ろにこう捕まってなんて。だからやめたのに、だからその頃にもう一度戻って行きたかった。やったくなかったって。そう、これで大丈夫。顔が細く見えるんですね。ここが結構ノーズ際立ってノーズが高く見えますね。立体感を与えてあげた方が。40代になったら何したんですか。40代になったら、そうですね、社交ダンスでも習いたいかな。ダンスされるんですか。いや、今はしないんですけど、学生の頃にちょっとだけやってたので、目がはっきりしてきた。下のアイライナーをポチポチポチとこう、点で入れてるってことですか。ラインは基本点で入れたいです。本当なら。ただ今流行が、急だから、ピッてこう、つまめげるような、アイラインの流行があるんで、この眉毛が一番難しいでね。眉毛がね、毎日毎日やって、眉毛が本当にお客さんに決めますからね。元気よく上に上がってますね。今使ってるのグレー系ですか。今まではこの辺のブラウンで描いてました。ああ、そうですか。で、最後、濃く、一番濃く見せたいところに対してグレーを一色でまとめないってことですね。なるほど。ダメなのが、縁をしっかりこくと。いや、そうなっちゃう。どうしても。なっちゃった場合は、別にこれスクリューブラシとかで描いた眉毛のアウトラインをこうやってぼかしてもらえば、今っぽくぼやけた感じ。今の子たち、本当にもう眉毛のラインを取らないので、今はなんかそういうラインのある眉毛はそれこそ昭和です。なるほど、なるほど。それだけで古く見られて、イコール老けて見られる。気をつけなくちゃ。内側カーブになって、あれ、そうそう、こうやって見て、おいかがですか。アイシャドウが綺麗に入ってる。眉毛って変わりますね。自分じゃないみたい。自分じゃないみたい。完成です。お疲れ様です。どうでしょうか。お疲れ様でした。ゆこさん、60代から40代で変身を。気分は30代になってます。特に印象に残ったのとか、あのハイライトの入れ方、シャドウの入れ方、とっても参考になりました。あと眉毛もちょっと変えてみます。次の動画で、はい、あの詳しく、はい、解説をアキラさんにしていただければと。はい、お化粧って本当にね、鏡の前でちょっとずつ自分も変わってって、もう本当にね、ゆこさんの精神的に変わっていく姿が僕にも感じられたので、楽しかったなと思います。ちょっとずつ変わっていく自分が、こう自分自身の気分を盛り上げて、結果若返りのオーラが醸し出せるんじゃないかなと思ってます。ぜひあのそういう形でお化粧楽しんでください。はい、ありがとうございます。では
よろしければチャンネル登録をして、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。